河川改修の進む、辺別川旭岡橋より上流方辺別川は、北海道旭川市、上川郡美栄町を流れる石狩川水系の一級河川。上川盆地の南端を流れる美栄川最大の支流である。上川郡美栄町、富良牛山の西に位置する三河大西方斜面に、源を発し山外部を降りてゆく。東側の中尾山及び上中別山より、 複数の支流を合わせて流量を徐々に増やし、タワラマップ、ローネ内の野地を北西へ進む。丘を隔てて北側には中別側、南側には宇爆別側が波流する。幸い橋付近より北海道道213号天神橋美栄線が並行し、以降は河口まで旭川市との境界となる。北美栄駅付近より北へ流れを変え、JR フラの線。 国道237号が並行する。辺別川橋付近で最大の支流である、宇ばく別川を合わせ、千代が丘付近より、上川盆地に入ってゆく。朝日橋を越え、西和西部の琴吹橋付近にて美英川に注ぐ。流路延長 47.5km のうち、田原マップ川合流地点より、下流 31.9km が一級河川に指定されている。 内浦の線ベベツ川橋梁を境に、上流 22.2km が道管理区間、下流 9.7km が国土交通省北海道開発局直轄区間、アイヌ語のペペに由来する。水量が豊富で流れが速い様子を表している。松浦武四郎の土の馬西における、陸十条の枝川、網の如としという記載にちなんで、 いくつもの小川を集めて流れる様子を示す解釈もある。なお波流する最大支流のうパク別川はうパクペに由来し、別べつ川本流に勝るとも劣らない流量であることを示している。変別川は急流河川であり、出水等により短期間のうちにたびたび稼働が変化している。原始河川の状態においては蛇行を繰り返して流れていたが、 1963年から1973年にかけて堤防整備が行われた際に直線化の上かは川幅が縮小された。そのため増水時には過死侵食によるリスクが高く、1975年8月洪水、1981年8月洪水では、いずれも堤防が決壊し流域に甚大な被害をもたらした。この際に、 護岸整備が実施されて、以来近年まで目立った、氾濫被害はなかったものの、樹木が繁茂し、流下能力が落ちてきたため2007年から2010年まで、流路の樹木伐採が行われた。長らく行われなかった、河川改修は2008年度に開始され、堤防の整備及び貸し侵食対策工事が、付帯工事含め2015年度完成予定で、現在も続けられている。 その最中である2011年9月には幸運による長時間の出水で堤防の一部が流出する被害が発生しており、一層の整備進捗が望まれている。うばく別が赤竜より記載、太字は一級河川石狩川直轄河川、改修事業再評価県安順美書説明資料、アイヌご知名リスト平田ホロナ旭川の文化、アイヌご知名リストイチャエリ旭川、 開発建設部における河川管理、技術力向上プロジェクトの取り組みについて、直轄事業の事業計画について、ありがとうございます。